拭いて半分に折ってそれを食べるっていうようなことをやってました。今日はたくあんも用意してもらってます。お腹壊してしまいます、うん、ので生の粉はダメだよ。生はダメだから使わないでね。これ1個やらせてね。ここに入れようか。おいしいね。どうですか、お味は。おい、バチ。ちょっと薄めにしたら。作るのは簡単でって、それでとても美味しかったです。一番難しかったところはひっくり返すところでした。作るときはもうちょっと簡単だと思ってたけど、作ってみたらちょっと難しかったです。で、中身はなんかもうちょっとカリカリしてると思ってたけど、なんか意外とたこ焼きみたいだったです。具は中はこんにゃくと漬物のやつがあったけど、何もなしで食べたから何もなしでも美味しかったです。焼き焼きは初めて食べたけど美味しかった。焼き焼きは外はカリカリやけど、カリカリだけどでも中はもちもちしてて、すごい食べやすかったし美味しかったです。